トールハムまたは、トゥールハムパシトゥーゴまたは、ウルドゥーゴ、トルクムまたは、トゥルクムは、アフガニスタン・パキスタン国境にある、国境検問所、あるいはその検問所を中心に両国に広がる町で、ある。すなわちパキスタン、ハイバルカンクのトールハムと、アフガニスタン、ランガルハール州のトールハムが存在する。この検問所は、パキスタン、 アフガニスタン間の主要な陸路国境の一つとなっており、アフガニスタンのナンガルハール州とパキスタンの連邦直轄部族地域とカイバルパクトゥンクワ州をつないでいる。両国間の物流の中心となっており、最も繁忙な通貫手続き地となっている。アフガニスタン側では、ハイウェイ7がジャラーラーバードを経由して、トールハムとカーブルを結んでいる。パキスタン側では、トールハムは、 NN-5 ナショナルハイウェイの終着点となっており、ハイバル峠の最高到達点からは5キロ西に一致している。東へたールとペシャワールへ、そしてイスラマバードまで続いている。パキスタンにとってトルクファンはカラチやシンド州から貨物が集まる物流の要衝であり、アフガニスタンで活動するアメリカ軍主導の国際治安支援部隊にとっても重要な 補給ルート上に位置している。そのためパキスタン政府はパキスタン国内で無人爆撃機によるオペレーションを行っているアメリカに対する抗議としてこのルートを封鎖することがある。アフガニスタン国境警察とパキスタン軍フロンティアコープスが主にトルクハンの管理を担い、それぞれがパキスタン、アフガニスタンそれぞれの正規軍からサポートを受けている。 アフガニスタン側には加えて、主にアメリカ軍からなる、ナト o 軍も控えている。アメリカのトールハム前線基地は検問所から数マイル、離れた場所、ナンガルハール州内に位置している。この地は、古くからアフガニスタンやトゥルク系民族のキャラバン、時には大帝国の軍勢の通り道になってきた。彼らの多くは、トールハムを経由し、ペシャワール、ラホールを経て、来た。 インドへ向かうルートをとっている。この地を訪れた歴史上の人物として、チャンドラグプタ、現状三蔵、ジャヤパーラ、ビールニー、イブンマトゥータ、バーブル、フマユーン、ナーディル・シャー、アフマド・シャー・ドゥ・ダーニー、ザマーン、シャー・ドゥ・ダーニー、ドースト・ムハンマド・ハーン、ムハンマド・アクバル・ハーンなどが挙げられる。全世紀を通して、パキスタンのハイバル峠鉄道峠を、 アフガニスタンのジャラーラーバードへ、あるいはさらに西へと延長しようという提案がなされてきた。今世紀に入ってからはアフガニスタン政府はこの提案に前向きに取り組むようになり、アフガニスタンとパキスタンの両政府は国際鉄道の不設に関して了解を描きを交わした。このプロジェクトは2010年から始動することになった。2001年11月、ニューヨークタイムズは トールハムが、ハズラとアリーの故郷であると報道した。アリーはファンタリバン民兵組織の指導者で、タリバン撤退後に権力を握った人物である。ハズラとアリーは、二人の民兵組織の指導者、ムハンマド・ユーヌス・ハーリスとエザトラーともに、地方暫定政府を発足させたと伝えられている。2006年4月より、アフガニスタン国境警察は国境を越える旅行者に、 大使と公文書の所持を要求するようになった。2016年7月までにパキスタンは、トールハムに、国境ゲートとターミナル、その他のインフラを整備した。国境ゲートは、パシュトゥー語で、パキスタンの扉を意味する、バービ・パーキスタンと名付けられ、ターミナルは、シャヒード・メージャー・アリー・ジャワード・チャンゲジ・ターミナルと名付けられた。アリー・ジャワード・チャンゲジ少佐は、 アフガニスタンの治安部隊との小競り合いで殉職した士官であり、この事件がそもそもゲートを作るきっかけとなっている。これら施設の完成に合わせて、ちょうどインパ国境のワーガで行われているような国旗形容セレモニーも行われるようになった。アフガニスタンからパキスタンへのテロリストの侵入を防ぐため、書類に不備のあるものは国境を越えることはできなくなっている。 ゲートタの整備は2014年より始まったものの、アフガニスタンがたびたびプロジェクトの進行を見合わせ、完成は予定より遅れた。パキスタンはその他の主要な6カ所のアパ国境にも同様の措置を取る予定である。トールハムはステップ気候の影響を受けている。平均気温は20.3度、年間降水量は407ミ、mm、リメートル。7月が最も乾燥した季節で、 月の平均降水量は8ミリメートル、雨季は3月で、平均降水量は82ミリメートルとなっている。7月は1年のうちで最も暑い月で、平均気温は31.0度、1月は最も寒く、平均気温は8.4度となる。ありがとうございます。